C181 岡田忠之さんのライディングによりましてね、歴史あるマシーンがまずはスタートしていったわけなんですけれども、これはですね、簡単に説明しますと、排気量、エンジンの排気量が 500cc、はい、で、4サイクルのエンジンで4気筒 DOHC って、難しい言葉がいっぱい並んできますけど、かつてですね、世界選手権というロードレースで戦っていました車両です。早いです。てか こんな近くで生で見れて感動です。本当に、すごいですね。実は今走ったマシーンは、1967年の車です。67年、はい、年を数えれば44歳になるかなっていう。私の母がちょっと64年生まれなんですよ。じゃあお母さんぐらいの年齢だ。じゃあそうですね、それぐらいの、昔に大活躍をしていたそのマシンが今蘇っているという。今でもこう45年前の音が蘇るってすごい感動的なことですよね。そうですよね。実はすごく整備に時間をかけて、そしてもうすでにない部品とかもありますので、そういったものが一つ一つ作りに見事なコンディション、見事。